回にわたって候補者の主張をお伝えしています。GDP がね、昨日下方修正されて 1.9 ということで、ね、1.5 から 1.9 になりましたね。まあ、それを受けまして、今日は2回目、アベノミクスの出来。与党はね、アベノミクスで雇用が増えて賃金が上がって円安も進んだ、デフレ脱却に進んでいると主張していますが、 GDP がね、これ2四半期連続ですよ、マイナス成長。私たちの暮らしはアベノミクスで良くなったのか、悪くなったのか、ということで、アベノミクスの是非、日本の長崎一区の候補者の主張で比較していきます。なぜアベノミクス評価しない、民主党前職高木義明さん。働く人の間に格差を生みつつあるアベノミクスを転換し、豊かな中